どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のバイマイルキャンペーンね、紹介していきたいと思います。で、前回ね、私のチャンネルでも紹介していただいて、させていただいてね、これキャンペーン出るためにね、一応ね解説入れていきたいなと思うんですけども、前回はすごい良かったんですよね。前回は 100% ボーナスだったんですよね。っていうことなんで、今回はね、最大 75% の、ボーナスキャンペーン、バイマイルキャンペーンということで、購入したマイレージに、最適金額とかはねあるんですけども、購入したマイルに、対して、75% のボーナスがもらえますみたいなキャンペーンとなっております。で、ちょっとね調べたんですけども、前回のね 100% のボーナスって、結構珍しい方みたいなんで、それまでもね、ほとんど85とかね、85% キャンペーンが一番多かったですかね。100% のね、キャンペーンってなかなかないのかもしれないですね。で、今回の、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスの、75% バイマイルキャンペーンなんですけども、期間がもう始まっております。で、2月1日までということですんで、もしね、利用されたいという方はね、今月、少なくとも今月中ぐらいにはね、決断しといていただいた方が、いいのかなと思います。2月1日でね、終わってしまいますんで、その点だけはね、気をつけていただきたいなと思います。で、ユナイテッド航空のね、このマイレージプラスをちょっとね、簡単に紹介していきたいと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのが、ユナイテッド航空の、マイルなんですけども、こちらね、すごい非常に使い勝手がいいマイレージなんですよね。っていうのも、まずね、特典航空券が ANA とね、同じスターアライアンスグループを組んでいることもあって、ユナイテッド航空の、マイレージで、ANA のね、特典航空券が発券できるんですよね。しかもですね、ANA とかは家族じゃないとね、基本的に特典航空券って発券できないんですよね。ANA のマイレージだと。そういうのが、外資系だとね、結構なかったりするんですけども、ユナイテッド航空もね、ないんですよね。っていうので、誰にでも発券できるんですよね。お友達から、本当に、お友達、知り合いの方、誰でもね、発券できてしまいますんで、お友達を誘って、友達の航空券をね、自分が出してあげるみたいなことも、できてしまうわけなんですよね。これがすごいいいですよね。で、あともう一つね、ユナイテッド航空のマイレージプラスをね、日本で貯めてる方、結構多いと思うんですけども、それのね、一番の理由になっているのが、必要マイル数が ANA より少ないんですよね。で、距離はね、800マイル区間っていう、区間にはなってるんですけども、大体言うと、東京から札幌とか、東京から福岡とかね、そこら辺のエリアまでは、800マイル以内ということで、距離数的に、片道5000マイルで発券できてしまうわけなんですよね。ANA マイルでね、発券すると大体7500マイルとかね、全然多いマイル数なんですけども、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスだと、ここはね、5000マイルで発券できてしまうっていうのが人気の理由。那覇だけはね、東京、羽田空港から那覇になるとちょっと8000マイルでちょっと上がってしまうんですけども、それでもね、このやっぱり5000マイル区間はね、特に利用しやすいっていうことでね、人気の理由になっているのではないでしょうか。で、この500、800マイル区間ですね。羽田空港からだと、札幌、福岡とかね、対象なんですけども、先ほども言った通りね、那覇、沖縄の那覇ね、対象外になってしまうんですよね。ですけども、これがね、伊丹空港メインの方の、利用の場合ね、伊丹空港から那覇、沖縄の那覇空港も、札幌、福岡、全部5000マイルで行けてしまうんですよね。っていうことなんで、大阪の伊丹をメインにしている方はね、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、本当に使い勝手がいいマイルとなっているんですよね。11月のね、半ばぐらいにちょっと改定がありまして、今まではね、30日以内、今から1ヶ月後ぐらいのね、航空券を取ると、緊急発券手数料みたいな感じで、手数料はね、75ドル、それまではかかってたんですけども、その11月の15日のね、改定で、これ変わりまして、
75ドルはか、取られないんですけども、まあ、ちょっと必要マイル数が上がってしまうようになってしまったんですよね。ですんで、まあ、簡単に言うと、羽田、札幌とか、まあ、本来5000マイルで行ける区間も、まあ、8500マイルとかにね、なってしまうようになったんで、もしね、まあ、利用される際は、まあ、1ヶ月以上前にね、予約されることをお勧めします。で、今回ね、この、バイマイルっていうのが、購入可能な、ねマイル数が決まっておりまして、2000マイルから、10万マイルまでが、購入できるっていう風に、ね、なっております。で、最低購入金額みたいなのがありまして、3万マイル以上じゃないとね、まあ、今回 75% が最大なんですけども、まあ、これがね、まあ、もらえないんですよね。ですので、まあユナイテッド航空のね、サイトに行くと、まあ、いくら以上だったら何パーセントボーナスみたいな感じで、まあ、表示が出ますんで、まあ、わかんないってことはないと思うんですけども、まあ、一応ね、3万マイル以上買うと、75% 以上のね、ボーナスがつきますっていう感じですね。で、次にですね、仮にこの3万マイル、を、購入した場合ですね、まあ、いくらぐらいかかるかというと、3万マイルを購入すると、75% のボーナスマイルがつきますので、合計で52,500マイルが、まあ、付与されるっていう感じになります。で、価格が、119,397円プラス、税金が、まあ、8995円ということで、まあ、大体12万円後半、まあまあ、正確な数字だと12万8,392円っていう風に出るんですけれども、まあ、これもね、為替に左右されますんで、おそらくもう明日計算したら多分変わってると思いますんで、一応ね、今私が調べた時にね、ユナイテッド航空の、ホームページでね、計算すると、まあ、こんな感じっていう風に出ます。で、一応ね、マイル単価としては、2.4 円ということですんで、まあ、すごいお得かっていうと、難しい、ちょっと2円を超えてきてるんで、まあ、近々ね、航空券をね、まあ、抑えて、まあ、価格をね、加味していただいて利用するっていう方がね、まあ、どちらかというと賢明かなっていう感じですかね。で、今回のね、このマイレージプラスの、バイマイル、まあ、購入してから、まあ、2日間ぐらいね、付与まで時間がかかるということですんで、まあ、その点はね、購入してすぐ使いたいみたいなね、ちょっとできないんで、まあ、2、3日はかかるってことはね、まあ、頭入れといていただけたらなと思います。もしね、このユナイテッド航空のね、75% でね、ボーナスマイルキャンペーンで今回購入しようっていう方はね、アメリカのね、ポイントサイトになるんですけども、トップキャッシュバックっていうね、まあこちら一応毎回ね、発信だけはさせていただいてるんですけども、ログインしてね、ポイント .com っていう風に検索していただくと、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスの、購入がね、出てきますんで、まあ、そちら通していただくと、ビビたるもんですね、2.5% のね、まあ、ポイントバックがもらえて、まあ、それがね、PayPal とか、Amazon ギフト券とかでね、まあ、受け取れるということですんで、まあ、もらえないよりかはね、まあ、もらっといた方がいいかなと思いますんで、まあ、一応ね、もし購入されるっていう方はね、まあ、そちら利用してみてはいかがでしょうかっていう感じですかね。で、最後にですね、このマイレージプラスなんですけども、一応ね、おすすめ路線っていうのが、まあ、一応あるんですよね。ANA のね、特典航空券にはね、これないことなんですけども、マイレージプラスのね、路線っていうのは、経由便が出てくることなんですよね。うん。経由便。まあ、どういうことかというと、まあ、羽田から、まあ、北海道とかにね、まあ、行くっていう時に、羽田北海道の路線を抑えますよね。まあ直行で普通抑えるんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスで探してると、羽田大阪札幌みたいな感じで、まあ、経由便が出てくるんですよね。まあその滞在時間も、まあ、結構まちまちで長いと本当に長いんですよね。うん、っていうことなんで、そういうね、経由便とかも出てきますんで、まあ、羽田から、まあ、北海道の旅行で、まあ、途中で友人に会いに行くみたいなね、まあ、そんな利用の仕方も、まあ、できるわけなんですよね。私みたいにね、ANA とかの、ステータスを持っているって方はね、まあ、そういう感じでね、ラウンジとかのね、各地のラウンジも、まあ、そういう感じで利用できたりね、まあ、しますんで、
まあそういう意味ではね、これユナイテッド航空のマイレージプラスね、国内の特典航空券ね、発券する際はね、まあそういうのも見ていただけるとちょっと楽しいかなと思いますね。まあせっかくだったらね、まあもちろんね、これ必要マイル数変わりませんので、5000マイルの中で、東京、大阪、北海道みたいな感じでね、まあ遊びに行けるっていうことなんで、いいですよね。うん。せっかくなんで旅行にちょっと、こういう感じで、まあ疲れるかもしれないですけどもね、まあこういうのもね、面白いんじゃないかなと思いますし、まあ必要マイル数が変わらないんであればね、まあぜひね、そういう感じで利用してみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、ユナイテッド航空のマイレージプラスの、キャンペーン、ボーナスマイルキャンペーンをね、紹介させていただきました。2月1日までとなっておりますんでね、その点は一番忘れないようにしてくださいね。今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。